イザベル・ド・ブルゴーニュ、イザベラ・ホン・ブルグンと、またはエリーザベトは、ローマ王ルドルフ一世の二番目の日。イザベルは、ブルゴーニュ公遊具四世と、その二番目の日ベアトリスとの間の次女である。イザベルは1272年に、フランドルハクロベール三世の息子シャルルと婚約した。しかし、1277年にシャルルは死去した。1284年2月6日、イザベルは、 ローマ王ルドルフ一世の二度目の日となった。イザベルは14歳であったのに対し、ルドルフは65歳であった。二人の間に子供は生まれず、1291年7月15日に、ルドルフは死去した。ルドルフの死後、オーストリア公領は、ルドルフ一世と最初の日、ゲルトルートとの間の息子、アルブレヒト一世とルドルフ二世が継承した。イザベルは、 夫の死後ブルゴーニュに戻り、1294年11月20日に、ビューシャト領主の地位を与えられた。1306年、イザベルはのフル領主ピエール九世とサンブリーと再婚した。ピエール九世との間にヌフル領主ジャンヌを設けた。ありがとうございます。